相良氏は、肥後南部を支配した戦国大名の氏族である。江戸時代に入ると、肥後人吉藩主家となり、明治維新まで存続した。相良氏使用門、藤原南家の流れを汲む工藤氏の所流で、熊谷氏では、工藤忠賢を相良氏の祖としているが、関西英収所家府ではその孫にあたる工藤近いよりが、とうとう海相良僧に住んだことから相良を名字としたのを、始まりとしている。 ただし、近寄りには、子がなく、親類の伊藤助時の孫、三頼を養子として、家督を継がせた。このために、日向、伊藤氏とも禁縁である、大田良も、静止家系大辞典の中で、相原氏系図で、藤原た則の子の子、尻の弟に置く自分から近寄りまでの人命が、他の藤原南家の諸系図には見られないこと、世代数が多く時代が合わないこと、遺説が多いことを挙げて、 相原氏系図の初期部分に混乱が見られることを指摘している。そして、相原光頼が伊藤氏からの養子であることに注目し、相原氏系図の混乱は、光頼の実家と養家との両家系を接続したため、生じたものではないかと考察している。また、新鮮寺席通行引用の系図から、相原氏は鎮税伊佐氏と関係があり、立花の白と共に、 とうとう海国に移ってきた推測もできること、遠藤氏、陰氏らと関係が深い士族であることを示唆している。自称四年、源頼朝が兵士追悼の兵を挙げたが、時の相良総司来京は、文治元年に兵士が滅亡するまで兵士法の武士として行動していた。その結果、領地没収の浮き目となるが、謝罪に努めて許され、鎌倉幕府に仕えるようになった。そして、 研究四年、肥後国熊群たら偽装を賜り、相良氏は、肥後国と関係を持つようになったという。しかし、一説には、相良来慶は研究四年、領地募集の上九州肥後国熊群たら偽装に、追放されたとするものもある。来慶のたら偽装下校に関しては、領地を賜ったとする、もの、罪を得て追放されたとするものがあるわけだが、いずれも研究四年であったことは一致している。 当時の御家人は、鎌倉にあって、遠隔地にある所領の支配は大官に委ねることが多かった。ところが、雷慶は自らタラギ僧に下校していることから、おそらく罪を得て追放されたものと推測される。雷慶は、弟の頼兼、ね、一族の平原大判断を従えて、タラギ僧に下校したが、タラギは、平家木官僚であり、そこには、矢瀬氏が入部していた。雷慶は、 この矢瀬氏に預けられたか、頼っていったかしたものであろう。それから4年後の研究8年、内慶は、鎌倉に行き将軍頼朝に、越見ついで頼朝の善光寺三景の随病として参加し、御家人の列に加えられたのである。そして、所領として、たらぎ僧を授けられたのであった。こうして、たらぎを得た、内慶は家督を、嫡男長よりに譲ると隠居した。長よりは、 とうとうみこくさがらそうに生まれ、内慶がたらぎそうに下校したときさがらそうに残った。その後、よりの命を受けて、人吉よしそうに下校し、やぜ氏を滅ぼして、人吉よし城に入った。そして、元久2年7月、長頼は、将軍源なもさねともの命により、北条義時に従って、武蔵国二股川での二股川の戦いで、畠山重忠を攻め、 その抜群の功によって、平家木官僚である、熊群人吉将の自当職に部任されたのである。相良氏が、広国に下校した時、弟の胸より、来大来地族、不代の家臣らが従ったが、長頼りの弟よりただ、より綱、長綱らは、相良荘に残った、たらぎ荘の相良氏は上相良氏、人吉荘の相良氏は下、相良氏と呼ばれ、相良荘に残った相良氏は、 唐刀三相原氏と呼ばれる。なお、内啓を相良氏の初代とする向きもあるようであるが、相良氏の資料南藤鶴面めなどでは長頼りを初代とし、人吉氏氏もそれを採用しているためそれに準拠する。上級三年、上級の乱が起こると、折から鎌倉にあった相良長頼は、弟の胸より、よりただとともに、北条と寄付者に属して正城。 後、北条安時に属し宇治川の戦いで奮戦、功を立てた。長よりの活躍に対して安時は、梅の実語功、政治の腕に持って、主演を模様しその功を称した。これを記念して、相良氏は、梅を家紋にするようになったのだと伝えている。乱後の論功交渉により失っていた、東都海国相良の給料を回復し、張馬国鹿馬軍を親聞として賜った。ここに至って、 相良氏は湿地を回復するとともに、新たな発展を見せるようになる。長寄りの父、大慶はたらぎ四家村を漁しその後は、長寄りの小頼氏が継いで、上相良氏と呼ばれて、総領となり、人吉は、来春が継承して、下相良氏と呼ばれた。さらに宗よりは、山賀郡泉省内田村に従して、内田相良を称し、来代らは、 山名氷山北号を漁して三北相良氏を称した。かくして相良氏一族は日後国に重広ししていったのである。現行の動乱に際して相良氏一族は一致して宮方に参事北条政権の打倒に活躍した。しかし南北朝の内乱が始まると総領であるタラギの上相良常よりは菊池氏に通じて南朝方に属し、一方、 人吉の下、相良義弘、定頼夫氏は、北朝方につき、対立関係となった。両相良氏はそれぞれ、国人一揆を形成、南北両勢力の構想を利用して、自らの支配権を拡大しようと期としたのである。その後、パラギの上相良氏の旗色が悪くなり、昌平元年、上相良常よりは北朝方に基準した。かして、死も、相良定頼は、 たらぎ勢を圧倒するようになり、昭平八年頃になると、人吉章北方、長吉半分、久米の郷、日向滝田豪、帯里に勢力を及ぼすようになった。こうして、熊軍の大半を確保した、人吉氏も、相良氏は、たらぎ上相良氏に代わって、相良総領としての地位を確立するに至った。その間、南北朝の内乱に加えて、足利高氏と弟の只吉の対立から、 感動の情乱が勃発し、情勢は混迷を深め、九州の諸勢力も目まぐるしい挙手を見せるようになった。そのような中で、金永新王が正々将軍として九州に派遣され、やがて日後に入った金永新王を菊池武光が支援して、次第に南朝方の勢力が振るうようになった。そして、武家方の九州丹内一色氏を撃破し、ついで、しばし、 小西らを倒した金永新納と菊池武光は太宰府を抑え、九州は聖政府が前世時代を現出するに至った。昭平23年、人吉相良前来は、武家方から南朝方支持を目的とする熊軍一気に参加。前来は、聖政府から本領熊軍の他足北を安堵された。田良木相良氏も熊軍一気に参加し、田良木は上相良寄り中に返還された。 室町時代の文案5年、下、相良氏の相良竹継が上相良氏を滅ぼし、熊を統一。さらに、肥後国主後菊池氏により、八代と足北の戦友、保持を許され、熊、八代、足北三軍の統一に成功した。ただし、八代の家臣は将豪族による国一揆を形成していたため、当主自らが数ヶ月ごとに人吉と八代とを移動して、 それぞれに政務を取り行う必要があった。戦国時代に入り、相良氏の家督となった、相良長忠は長らく続いていた内紛を収束させ、自らの直進を国内の諸城に配置したのである。この一連の内紛において、長忠は一族、国人らを制圧し、結果として、彼らを家臣団として、把握、戦国大名相良氏の基礎を築き上げたのである。義シの大、薩摩、 日向、大隅では、島津氏が三州統一の過程にあり、不安定な状態にあった。一方、日後守護菊池氏は、大友氏の政治介入と過信団の下国上によって、当主が目まぐるしく変わり、その権威を大きく失墜させていた。家中を統制した義士は、日後に力を注ぐと,とともに、薩摩の大口方面にも進出して、部位を振るい、相良氏の最も充実した時代を作り上げた。 一方、上村来京の意向を受けて、養子氏の春広の競争者となる人物を、次々と排除していった。まず、文部に秀、で、足北方面の平定に活躍した、長子を粛清。ついで、上村彫刻の子で、岡本城子の頼春を殺害した。各して、天文15年、義茂は家督を、養子さが晴広氏に譲ると、間もなく58歳で死去した。家督を継いだ、晴広氏は、 実府城村雷郷の後ろ立てを得て、戦乱の時代の中で、相良氏の舵取りを誤ることはなかった。天文19年、大友義明が2回崩れの変で死去し、義重が大友氏の家督となると、菊池義武が熊本城に復帰した。義重は、叔父の義武と対立し、敗れた義武は、相良晴弘を頼った。晴弘氏は義武を保護したが、 義重の招きに応じた義武は文後に出立、その途中で殺害された。事件後、義重は義武を庇護した、晴弘氏の審議を尊重したこともあって、大友氏と相良氏の外交関係に、ひびが入ることはなかった。工事元年、晴弘氏は、式目21条を三軍に布告した。これは、相良氏発ハとして、有名なもので、一期形状と文国法をつなぐ。 いわゆる戦国大名文国法の原点に位置づけられるものと言われる。ところで、相柄史発とは、晴れ広和人によって制定されたものではなく、三代にわたって制定されたものである。つまり、第一条から第七条までは溜め続くが、第八条から二十条までは、長ごとによって、二十一条から四十一条までを、晴れ広氏が制定したものであった。晴れ広氏は、 戦国相良家の民事の根本を示すなど優れた知石を残したが、工事元年、病のため八代の高峰城で没死した。未だ四十三期はの働き盛りであった。家徳を継いだ頼房は、この時十二歳の少年であった。若年で家徳を継いだ頼房は、祖父城村雷教の貢献を得ていたが、工事三年に雷教が死去すると、一族の家徳争いが起きた。来教の次男、 来隆氏、その弟来剣、稲留長蔵ら三人が頼房の若年を狙って、三軍を分割しようと密計りごとし、それぞれの城で挙兵したのである。これに、ヒューガ正木院の北原氏、薩摩の菱し氏らが加担した。頼房は、老身と計って、まず、来剣のよる豊福城を攻めようとして、来剣を中殺。残る二人も八代において中殺し一族の反乱を。 沈めた。ところが、a 六2年今度は、人吉良奉行である東長慶と、丸目より春が対立、家中は両派に分かれ紛争に発展し、結局、丸目氏が失脚して一件落着した。相次いだ内紛を克服した頼房は、a 六3年、伊藤義介の娘千代まりと婚姻し、相原尊美守ると称して、戦国大名への道を歩み始めた。この頃、 三州統一を進める薩摩の島津義久は、日後方面での衝突を避けるため、頼草に信仰の意を表して、起承文を送っている。また、同8年11月には、阿蘇家の失政会の衆運と会して、信仰を訳した。このように頼草は、近隣に、相良家の威勢を示し、A67 年には、14位した修理ライブの官位に任じられ、将軍。 足利義輝の返旗を受けて義王と改めた。時に21歳。これより数年間が義王の前世時代であった。薩摩の島津義久は、薩摩、大隅の対抗勢力を着々と制圧し、やがて三州を統一すると、隣国日後への北進の姿勢を見せ始めた。かくして、相良氏が北上の障害となってくると、島津氏はそれまでの迷惑を保護にし、両者は敵対関係となった。 A67 年、吉久は、正木委員の北原氏を服属させ、その居城井の城に、弟、吉弘を入れ、勢いの赴もむくところ、熊、足北の国境へ進出して、相良氏と戦うようになった。一方、大口方面でも菱し氏と結んで、大口城を守る相良勢に対して、新色忠本を、大口城に近いし山城に配置し、相良氏攻略の足固めを進めた。そして、 A62 年3月、吉久の弟家久は、策略をもって、大口城の相良勢を城外におびき出し、戸上に置いた伏兵をもって攻撃した。相良勢は、敗れて、上昇相良伊勢守以下、大口城を捨てて撤退した。吉久は、新色忠元を大口次頭として入城させ、以後、大口方面は、島津市の支配下に入った。 薩摩の島津勢力が拡大するにつれて、国境を隣接する義王は、文後の大友氏への依存を強めていった。さらに、日向の伊藤氏と結び、また、阿蘇家の改舟運と互いに生死を交わして、同盟するなど、味方の強化を図りながら、一面、島津への和義策も取っていた。元気三年五月、日向の伊藤義介は、相良義王と図って、飯野城攻略の軍を起こした。 伊いの城を守る島津義弘は三百の小勢であり、伊藤軍は三千の軍勢を要していた。伊藤軍は、伊いの城下を襲い、火を放って攻め立てた。対する義弘は、入念に作戦を立て、小勢を持って十倍に及ぶ伊藤軍を迎え撃った。結果、義弘の巧みな作戦と傭兵によって、伊藤軍は、散々に打ち破られ、大将伊藤家が守るを、はじめ多くの兵が、打ち死に、 伊藤勢は、文字通り壊滅的敗北を起死した。この時、義王も、援軍を率いて出陣したが、伊藤軍の敗戦を知ると戦わずして、熊へ引き上げた。この戦いは、木崎原の戦いと呼ばれ、日向一の勢力を誇った伊藤氏は一気に衰退に、転じた。以後、島津市の伊藤氏に対する攻勢が続き、天正五年十二月、ついに吉助は、文後の大友氏を頼って、 佐渡原城から落ちていった。吉助を受け入れた、大友総林は、吉助来島一族を庇護するとともに、吉助の依頼を受けて島津征伐に乗り出した。天正六年、総林は四万三千の兵を率いて、日向に出陣した。そして、日向高城で、島津市と激戦を行ったが大敗、多くの将兵を一挙に失い北へ逃れたが、島津軍の追撃を受け、耳川の戦いと呼ばれる。 耳川付近での戦闘で、さらに大敗を喫死した。大友軍は壊滅し、相隣は命からがら文後へ逃げ帰った。この敗戦により、サシの勢力を誇った大友氏の威勢も、衰退の塔を辿ることになる。ここにおいて、島津氏は、薩摩、大隅、日向の三州を支配下に置き、いよいよ、九州統一戦に乗り出すことになる。この時点における、九州の勢力図は、 薩摩の島津市と比前、築後を掌握した竜像寺氏、それに、社用の色を見せるとは言え分後、築前、武前も支配下に置く大友氏が定立するという形となった。天正9年9月、日後に進行した島津軍は、相良方の重要拠点である、水俣城を攻め落とした。八代にいた相良義用は、島津市には起こい、足北全部を割上し、 西を人質に出すことで和議が成立した。相良氏を下した島津氏は、さらに、日後中央部への進出を図り、その途中に立ちはだかる御船の回収運を破るため、相良義用に先陣を命じた。阿蘇攻めの先陣を命じられた義用は、同年12月、八百の勢いを引いて、八代城を出発した。義用は、阿蘇領との境にある、姿は赤み峠を越え、 山崎村に侵入した。そして、村内の京の玄日本人を置き、一体は、阿蘇市の出城交差城と、県志田城に向かい、領城を攻め落とした。これに対して、総運部は、物見によって義オが、京の玄に陣を取ったことを聞くと、それは、義オの陣とは思えぬ。彼ならば、姿ばあがみから、鬼、佐川を渡らずいと石あたりに陣を敷くはずだと言って、さらに物見に確かめさせたところ、 まさしく、佐良義王であった。総運部は、自ら七を選んだとしか思えぬと言って、義王の心中を思いやったという。12月2日の未明、総運部は、鉄砲隊を先手として、本隊を引き、佐良勢に気づかれぬよう、密かに迂回して、感動を抜け、粛々と、今日の元へ兵を進めた。決戦の日は、小雨が降り、霧が立ち込めていたという。 そう運ぶは兵を二手に分けると、相ラ勢を強撃する形で襲いかかった。相ラ勢は、霧の中から突如湧き起こった歓声に仰転した。今日の弦はたちまち銃声が響き渡り、土豪と歓声の中で、白人が切り替う修羅場と化した。戦いは、総運ぶの奇襲戦法に応戦体制が遅れた、相ラ勢が敗れ、ついには、大将相柄義様以下、三百余の将兵が戦死、相柄勢は、 そう崩れとなって、八代方面へ改装した、義王の首を見た、総運ぶは、心ならずも、島津の命に従わざるを得なかった、義王の立場に同情し、死をもって名友に詫びていった義王を哀悼して、やまなかったという、義王の死後、重心の深みを刺し、インドをより安らが、島津氏と交渉して、嫡男忠房を補佐し、次男の長ごとは、出水において、 島津市の人質となった。天正十三年、忠房が死去したため、長琴が家督を継ぎ、相良氏は島津市の指揮下にあって、その九州統一戦に活躍した。やがて、豊臣秀吉の島津性抜が開始されると、島津方として、日向に出陣した。そして、秀吉が八代城に入った時、人吉城の留守を守っていた。深見大幸は、秀吉に越して、 相良氏の本領安堵を願い出て許された。長後とも日向から帰還して、秀吉に服属を誓った。こうして、相良氏は豊臣大名の一人となり、朝鮮の役に際しては、加藤清正に属して、都会、各地に戦った。慶長五年の関ヶ原の戦いには、はじめ西軍にあったが、秋月首長らと東軍に転じ、本領を安堵された。江戸時代から明治維新まで、 人吉藩として存続することとなる。相馬市、島津市と並び、明治維新まで800年以上両違いされることもなく、続いた、大名家の一つである、相良長寄り相良頼り相良頼り都市長寄りの三、男、兄の頼り地より家督を譲り受ける。相良長氏相良義広相良貞頼、り相良前、来相良実長相良前、俗相良高氏、来相良町、俗長留市八代、未獣の子。 行来を追ったタラギ兄弟を倒滅する。相柄ため、俗相柄町、前相柄町、氏相柄長さだ、町続くの孫。正当なる着流を主張し、長、死を追い政権を奪取する。相良吉茂長子の兄、朝廷を追う。相柄春広、上村来京の子で、義茂の養子氏。相柄義王、晴れ広の子。相柄忠房義王の長男。相柄頼房初代人吉藩主。 義陽の次男。相良雷博相良雷高師匠。吉寄福相良長公相良長大壮吉寄鳳。相良雷博し相良明長匠。吉寄官相良副匠相良長官相良よりのり相柄。より相良長福相良よ元相良より継相良良り綱相良良り友相良四景図太登寺は、当主、実践は、実施転詮は要し長寄までは、理説あり。 大井の三角教音の次男、美野苗木、藩主、遠山智明の次男、美前岡山藩主、池田宗政の次男、相良神社人吉城を見立ちと、相良五国神社の横に鎮座する、相良五国神社相良宗家には三十五、上相良家には八の商明寺を有する家が存在した、以下に列記する、経図参考、ありがとうございます。